はい、こんにちは。神風ミルキーホワイトの、代表やってます牧潤と言います。車は、見たまんまですけど、新型の GR スープラになります。グレードは一応 3000cc なので RZ 一番最上級グレードという形にはなってます。まず、エアロがついてますね。純正とは違うエアロが一応ついてて、リアウイングもついてます。こちらは、埼玉県にありますアーチシャンスピリッツさんが、多分業界で一番早く出されてたので、一応仲良くさせていただいているので、それを取り付けさせていただいたという形にはなってます。あとはミラー、赤いミラーなんですけども、これうちで一応出させていただいている、ミラーカバーになります。純正交換タイプなので、純正を外されて付け替えるタイプ。こちらなんで赤いかっていうと、アメリカで一番最初出したローンチエディションっていうのがあるんですけど、そちらが赤いミラーだったっていうのがあって、僕も当初そういう感じで来るのかなと思ったら、入庫された時に黒いミラーだったんですよね。なんだこれはってことで、すかさずそれに交換していたっていう形の成り行きにはなります。足回りは今回ここに持ち込むのにあたって、一応試作にはなるんですけど、別タンク、いわゆる 2way 型ですね。こちら名前の方はやっぱ仮なんですけど、神風コンペッションが過去仮がついてます。あとは、ブレーキですね。もともと純正で RZ のグレードっていうのはフロントにブレンボの4ポットがついてて、じゃあ後ろもでっかいキャリパーがつけたいので、じゃあフロントも大きく、さらに大きくって形で、神風ブレーキシステム、名前が ZEKE、ZEKE、フロントは 380mm、DL の8ポットっていう一番大きめの方のタイプが入ってます。で後ろは 356mm で、同じく、DL の今度は6になるんですけど、もともと純正お分かりの通り、パーキングブレーキが電気ブレーキです。なので後ろに関しては EDL、 名前が E がつきます。もともとドレスアップ系だったので、あんまりエンジンルームがうんぬんとか、エンジンをどうとか、馬力がどうとかってあんまりないんですけど、BMS さんのエアクリーナーがついてます。で赤いこのパイプ、台湾にあります FTPっていうメーカーさんの、パイプです。エンジンはこんな感じですね。あとはコンピューターが今ちょっと馬力アップっていうかトルクアップのために、コンピューターをちょっとレース屋さんとちょっとよくしてもらって、ちょっと馬力今上げてる状態ではありますけど、見た目的には特に変わらないのでっていう感じです。あとエンジン関係とか、じゃあ何をしてるかっていうと、排気パーツですね。ノーマルのダウンパイプ、触媒は外させていただいて、うちの神風のダウンパイプのキャタレスの方ですね、キャタライザーなしストレートのタイプが今入ってます。でマフラーに関しても、当然もちろんワンオフしてありますので、バルブ切り替えで音が静かになったりうるさくなったりとかっていう機能もついてるマフラーがついてます。マフラーのテールはチタンの 115mm が、1本ずつ普通にノーマル形状として出てるという。ドレスアップのメーカー、ドレスアップのショップっていう歴史っていうのがやっぱり長いもので、やっぱり速く走る車であっても、ゆっくり走るファミリーカーであっても、まず格好が大事っていうところからどうしても入ってくるので、やっぱり格好を良くしたいがために、やっぱり車高は低くないといけないと。で車高を低くするのに、じゃあ18インチにダウンして、その分3.5にしちゃおう、厚くしちゃおうっていう。これはちょっとヒントを得たのが、やっぱりアメリカの若い子たち、トラックスタイルっていうらしいんですよね。ある程度どんな車格の車でも、大きい車でも18インチで分厚いタイヤを履くっていうことが、向こうではそれが当たり前っていう風な。でそうすると外径小さくなるので、おのずとノーマルの車高とかちょっと下げたぐらいだと、どうしてもフェンダーとタイヤのクリアランスが空いちゃうので、そこはやっぱりドレスアップっていう部分も用途としてやっぱり噛んでくるので、その分やっぱり詰めてるので、これノーマルのタイヤの外径サイズ履いちゃうと、リアのタイヤはかぶってるぐらい低い状態にはなってます。ただこの車高でもいけるように足回りは調整をずっと重ねてきたので、今回はちょっと面白い感じに多分走ってもらえるのかなっていう気はしてます。反応がかなりあるタイプ。おお、すごいな。フロントがすごく入ってくる。入るリアは沈むだからちょっとねリアがオーバーロードしちゃう。足はね割とソフトめに動くんですよ。動く分、ちょっとね ABS の入り方でこの車が左右にちょっとね揺すられちゃうから。まあ、タイヤのせいもあると思うけどもう少し、ダンパーとかバネレート上げ目にしたいかな。人がサーキットで走るときはまあキャリパーにブレーキストッピングにパワーがある分タイヤの限界が来て ABS が入ります。まあそりゃそうだ。なので、制動力はもちろんあるんだけどもうちょっとタイヤのグリップがあってもいいかもね。これターンインしてフロントが反応した後リアがね沈むんですぐねリアがもうちょっと支えてくれないともうフロントが入ろうとするリアは出ていこうとするところで。ちょっとね、コーナー出口が出れない。最終コーナーってね、すぐこういうふうにね、鉄が出てきちゃうから、超オーバーステア。足と、まあ、その代わりフロントはめちゃくちゃ入るから、リアの限界を上げれれば、だいぶ楽しくなりそうだな。とりあえずアンダーステアはございません。オーバーステアばっかり。今日ねこの神風さんのスープラ乗らせてもらったんですけども、この梅雨時の中1本だけでもねドライが走れたことがまず良かったなと思います。でまあ、ウェットも走れたからね2度おいしいこの車、まあ、まだ作ったばっかりということでテスト段階ということみたいなので僕が思うところは伝えさせていただいて、物がどうこうというよりは、まあ、味付けかなと僕的な好みとしてはもうちょっとリアがしっかりしてくれた方が良かったんでそこら辺をですねまた僕が乗らせてもらえるんだったら、レートを上げてくれるかなとは思います。で多分この今この車のキャラクターと車格とですね、このタイヤの、ケース合成的なものがミスマッチな感じがしてちょっとね、サイドウォールが動きすぎて直進安定性も不安定ですしコーナリング中のそのタイヤの支えが弱すぎてちょっとコントロールしづらい。スープラがすごくシャーシ合成が出てる車なので、タイヤに対して足とかタイヤに対しての入力がすごくくるんですよ。今までの国産車でいうとシャーシ合成がそんな出てないからいろんなところでその入力をタイヤだったりサスペンションフレームとかいろんなところで、消し合ったじゃない、まあ、支え合ったものがこのスープラは支え合成がしっかり出てる分タイヤに対しての、選択がすごく大事になってくると思うので、もうちょっとねこの車で走るからにはタイヤ合成がしっかりあるのを選んだ方がいいかもしれませんね。